はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。松本様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。安倍元総理が会長だった8ヶ月間、清和会の裏金作りは止まっていた。安倍総理の死後すぐに再開した清和会の連中、許せない。拉致被害者救出を急ぐために9条を削除する。憲法は7条8条次10条で、細かい修正は後でゆっくりやればよい。他党が言ってるですね、一から作り直すって何百年かかんだって話なんですよね。拉致被害者が漏水してしまいますね。外国人ドライバーに帰国されちゃって、逃げられちゃって、引かれ損にならないように保証が終わるまでパスポートの効力を停止する。あるいはですね、外国人は任意保険をがっちりかけてもらうことを義務化する。まあ義務じゃねえから任意保険って言うんですけど、それじゃ足んないもんね。などを池袋東口、ビトン前で凱旋してまいりました。昨日ですね。昨日の夕方、藤川江東区支部長がですね、中国人に嫌がらせを受けている東中野の中華料理店生態号調査に行ってまいりました。ゆうべですね。そんな嫌がらせすっから中国人お断りって張り紙されるんじゃないんですか。それでまた怒ってギャーギャー言ってるみたいなんですけど、電話通じないんだって。多分いっぱいね、嫌がらせの電話、中国人からの嫌がらせの電話行ったんでしょうね。藤川支部長が行った時は中国人が5人たむろしてて、警官が10人待機で物々しい現場だったみたいであります。あと常連さんたちが応援に駆けつけてて、まあ大丈夫、食えるっていう、話、持論ですけど、いさせてやってる分際の外国人がね、故意にわざと日本人に迷惑をかけた場合は容赦なく送還すべきと思っております。犯罪の場合は日本人より量刑を重くすべき。日本人だったら3年のとこ6年にすとか、いさせてやってる分際でね、来てくれともいてくれとも頼んでねえわって話ですよ。侵略か、それは侵略行為がって話。18年から22年の5年間で失踪した外国人実習生は39,906人、約4万人。うち島根は197人、鳥取は185人、世論です。不法滞在者を大量生産した責任を取らせろ。だから失踪してどこに行ったんだ。失踪して都市部に潜伏。窓口と管理者を罰しろ。最初から逃げるつもりで来日してんだわ。GPS 埋め込んどけよ、もう。これね、田舎は、私、田舎に住んでましたんで、まあ、いわき市ね、潜伏しにくいです。潜伏しにくい。カサッとしてるからね、人が。どこに誰が住んでるとかすぐ噂になるしね。GPS 埋め込みっていうのは、ありだと思うね。足はつけとかさ、非人道的って言うんだったら、実習生という名前の、奴隷を輸入するのはそもそも非人道的なわけでね。現在の不法滞在者は推定25万人、全国の警官数とほぼ同じであります。陸海空自自衛隊員とほぼ同じであります。こいつらが主に犯罪で生活してるのは大問題でしょ。誰だ実習制度作ったやつは。全国で実習生が4万人も失踪してんのに、鳥取島では少ない。そもそも産業が少なくて実習生もいないのかなぁ。韓国に出稼ぎに行ったベトナム人の失踪率は 26% だって。実習生、毎年、去年は9000人失踪したっていうから、多いんですけど、30万人中の9000人失踪で、まあ率としては 26% は届かないな。日本はそこまで行ってないんで、よっぽど韓国は外国人の扱いが悪いんだな。とにかくなんやかんや名目つけたり、制度の名前変えて外国人労働者を輸入するのやめろって。治安も悪くなるし、日本人の賃金上昇を阻害数字で、いいとこ一つもない。一つもない。使って儲けてる事業所は治安悪化の責任取れよなって話ですね。検察、安倍派と二階派を強制捜査します。二階派は、
1億円ばかし不記載脱税してました。清和会がすはそうだが、二階派もかやってないとこないんじゃないの。岸田派も少ないね、記載ねって言われてたしね。世論いいですね。次は二階派が辞表提出か。自民党終了のお知らせ。特捜ここまで動くなら誰かしらはぶち込まれるのかな。問題なのはこんな状態の与党を倒せる未来が見えない野党連中、もう証拠と証言握ってんだろ。二階が引退したら瓦解やね。二階派が瓦解。もう政治資金パーティー禁止しろよって。もう現金に集めるとどうしてもね、こういう問題出てくるんですよ。なのでね、拉致被害者の書面活動をやってもですね、よそはやってんですけど、募金集め、うちはやってません。めんどくさいから。だって集めた額とですね、救う会に送った額が同じって、客観的に証明できないんだもん。3人ぐらいで数えて、額が確定してもですね、送金するやつが抜いて送っても全然わかんないし、現金で路上で募金集めんの、うちはやっておりません。救う会のね、拉致書面ね、私に対しての寄付は歓迎してますけど歓迎してますけど、救う会にっつって、預かるのは嫌なんですよ私は私はね、だから池袋でやってた時は、まあ、一緒にやってた篠原さんにそっくり渡して、あとよろしくって言っちゃってたな。維新衆院候補151人用意した。目標は自公過半数割れと立憲越え。自公が組んでも過半数届かないってのと、まあ維新さんも賛成してよってなりまして、影響力高まりますよね。世論です。大阪以外じゃ票取れんだろ。パヨでなくても、パヨでも自民でもない勢力が大きくないと、立憲が最大野党の限り自民しかないってなるもんな。とりあえず立憲を超えてくれたらいいかな。ちゃんと身体検査してから立てれよ。急に増やすと変なやつが大量に紛れ込んで後から大変やぞ。まあどこもそうですね。急に人増えると紛れ込んでくる変なやつ。維新の都構想と道州制に私は反対です。どっちもね、国力弱め、国の中に国作ってどうすんだ。公務員の役職増やしてどうすんだ。いいですね。すっきりシンプルにはならねえから。道州制とかね。ならねえから。今までのね、県職員のトップと、州と道のトップが増えるだけで、ポスト増やしてどうすんだ。あとね、投票率下がるよ、多分、道州制にしたら。どこまでが、衆議院の仕事なんだ、県議員の仕事なんだ、市議員の、仕事なんだ、ややこしくなって投票率下がっても、実態をよく知らないが立憲よりはまあ良さそうではあるな。都構想と道州制は大反対ですけど、まあ、立憲よりはマシかな。つか立憲よりダメってなると共産になっちゃうし、立憲よりダメになりようがないかな、物理的にな。まあ維新の候補がまともなことを願うばかりですよ。その他のニュース。時事通信による最新内閣支持率は 17.1%。 麻生政権末期に接近。2012年の政権奪還後、時事の調査方法で2割を切ったのは初めて。そりゃね、どう考えても有害な LGBT とかやっちゃって右からも嫌われたんだから、まあ、しゃあないっすね。右からも嫌われたんだから。安倍総理、菅総理は、右からは嫌われてなかったもんね。時事通信、次期総理、任期、1位小泉、2位石破、3位河野、4位菅、5位高市さん、6位上川。この人は死刑、ババンとやって、株上がったんね。7位岸田、1.6%。あはは。現職総理なのに 1.6%。じじが小泉をしか、これダメかもわからんね。党内人望、皆無のくせに、石破しぶといね。閣僚を4人取り替えた岸田総理、即戦力を選んだ。お前が戦力外だろ。増税の即戦力か、どうせろくな戦力ではない、な、という意見が、出ておりました。お前が戦力外っていうのは面白いな。新しく任命された林法政官房長官、斉藤健経産大臣、鬼木って読むのこれ。
誠防衛副大臣、鬼木か危機かどっちか分かんないですに共同通信、統一教会と関係があったやつばっかやーんって指摘されてしまいました。それを言うなら公明党は全員創価学会の子分ですけどね。世襲で近畿大学理事長を務める世耕弘成参院幹事長、裏金疑惑で職員組合から辞職を要求されてしまう、世襲って、世襲で理事長、世耕幹事長の親父も議員で理事長だって、まあ一族でやってんのかな、そもそも大学私物化すんねよなって話、こいつも上級国民だったかって、立憲民主裏金調査チーム立ち上げ、おいおいお前らもやってんのに大丈夫かと心配の声が上がっておりました。どうせあれでしょ、横断幕の前で写真撮って報告書は絶対出さないっていうあれね。立憲長妻、自民は政権を立憲に譲れ、有権者を無視したとんでもないことを言い出す、共産主義者だよと。共産主義者でしたね。選挙やらずに権力渡せっていうのが有権者無視してんな、こいつ。こいつも中野のやつなんだよね。ろくでもねえな、このバカはって思いますな。お前ほんと議員なのかって話。ドイツ、ウクライナに 1.25 兆円支援する。日本と違ってですね、避難民がポーランド通って流入してくるのを防ぐためらしいんですね。最近円安の影響で経済規模、GDP が日本抜いたみたいだし、もっと出せよ。ロシアを弱らせろよ。日本のために。ロシアが、元気だと北海道を攻めてくかもしんねえから、もうロシアが弱ることは日本の国益ですね。もっと金出してロシア弱らせる。どうせユーロのインチキで儲かってんでしょ。いくら儲けても通貨高にならないユーロのインチキで儲かってんでしょ。大谷翔平ドジャース入団記者会見、平日昼間にもかかわらず全米7000万人が視聴。大谷が飼っている、コイケルホンディエ県の名前はデコピン。デコピン。97% 後払いの超異例契約は、球団の財政に余裕を持たせるためだったみたい。僕は全然いいですよ。金に淡泊と。愛知県警、不正に入手した他人名義のクレジットカードを使おうとした無職中国人4人を逮捕。カードが日本人名だったんで、店が怪しんで通報したそうであります。この中国人の職業は犯罪者でしょうよ。無職じゃなくて。こういう出稼ぎ犯罪者は日本人より厳しく罰すべきなんですね。わざわざくんなって話で犯罪しに、もううんざりなんですよ。うんざり。外国人の犯罪者にうんざり。どうやって手に入れたんだ、そのクレジットカードは。いう話でね。というわけで、12月29日忘年会、まだちょっと余りがあります。メール問いの皆様ご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。